イタリア代表でのベリネリ、マルコ・ベリネッリこと、マルコ・ステファノ・ベリネッリは、イタリアのプロバスケットボール選手。エミリア・ロマーニャ州ボローニャ県サンジョバンニ・インペルシチェト、出身。ポジションは、シューティングガード。196cm、91kg、NBA のサンアントニオ・スパーズに所属している。2001年、15歳で、ヴィルトゥス・ボローニャにて、プロデビュー。彼がデビューする1シーズン前、チームは、セリエ A のすべての大会を制覇し、ユーロリーグも制覇していた。当時、チームには、マルコ・ヤリッチ、マヌジノビリがいた。2003年、同じボローニャを本拠地とするライバルチームフォルティトゥード、ボローニャへ移籍。そこで、カルロス・デルフィノとチームメイトになる。2005年には、セリエ A のタイトルを獲得し、ユーロリーグでも活躍する。イタリア代表として2006年世界選手権に出場。大会を通じて平均 13.5 得点を挙げたほか、米国相手に25得点を挙げる活躍を見せた。2007年の NBA ドラフトでゴールデンステートウォリアーズに全体18位指名を受け入団。同年のサマーリーグではニューオーリンズホーネッツ相手にサマーリーグ史上第2位となる37得点を挙げる。2009年7月30日、デビン・ジョージとのトレードで、トロントラプターズに移籍、同じイタリア代表チームでプレーする、アンドレア・バルニャーニとチームメイトとなる。ラプターズは、バルニャーニの他にも、ホセ・カルデロン、ヒドゥ・ターコルーラのユーロリーグ出身選手らを中軸に、据えるチーム作りをしており、ベリネリもチームにうまく噛み合うことが期待された。ラプターズは、シーズン後半まで、プレーオフ当落戦場に残るが、終盤になってエースのクリス・ボッシュが怪我で離脱。プレーオフ8位通過を目指すシカゴブルズとの直接対決に敗れ、無念のロッタリー行きとなってしまった。2010年8月11日、ジュリアン・ライトとのトレードでニューオーリンズ・ホーネッツに移籍。同年のオフシーズンに、ホーネッツのエースクリス・ポールは低迷するチームに豪を煮やして、移籍をほのめかす発言をしており、フロントは、その発言に応える形で、積極的な補強を断行。ベリネリ獲得はその一環であった。2012年7月24日、シカゴブルズに移籍。レギュラーシーズンは、平凡な成績に終わったが、プレーオフでは、ファーストラウンド途中からスターターとなり、準決勝進出に貢献した。2013年7月、FA から、サンアントニオスパーズに移籍。2014年2月のオールスターウィークエンドイベントの3ポイントコンテストで決勝で24ポイントを獲得し優勝した。2014年6月15日、サンアントニオスパーズで NBA チャンピオンを経験。イタリア人 NBA 選手として初めてチャンピオンリングを獲得した。2015年7月3日、サクラメントキングスに3連戦900万ドルの契約で移籍。2016年の NBA ドラフト開催日、シャーロット・ホーネッツに移籍。2017年6月20日、アトランタ・ホークスに移籍した。2018年2月9日、ホークスからウェーブされた。2018年2月12日、フィラデルフィア・セブンティシクサーズと契約した。フィラデルフィア・セブンティシクサーズでのベリネリ優れた、ロングシューターとして知られる。運動能力に優れ、特に跳躍力があり、ユーロリーグ時代は空中で摂氏360度回転してダンクを叩き込むプレーを見せることもあった。またボールハンドリングもうまく広い視野を持ち、味方へ的確なパスを供給する能力を持つなど。しかしながら接触に弱くインサイドへ積極的に切り込み、ファールをもらうプレーをすることは少ない。ありがとうございます。